熱帯モンスーン気候の分布図熱帯モンスーン気候、または熱帯季節風気候とは、欠片の気候区分における気候区の一つで熱帯に属する。記号はアム。アムの M はこの気候が AF と O の間に位置することから、ドイツ語のミタルフォームに由来し、モンスーンの頭文字ではない。このため、弱い寒気のある熱帯雨林気候と言い換えられることがある。 アリソフの気候区分における気候帯2から1大陸性季節風気候に対応する。赤道から北海域線の間、モンスーンの影響を受ける海岸部に分布。雨季の雨量は熱帯雨林気候と変わらないが、モンスーンの影響による寒気があり多少乾燥し、場合によっては干ばつが発生することもある。植生は主に落葉紅葉樹からなる。 アジアでは稲作が盛んで、他にはバナナなどの果物、砂糖キビの栽培などが行われている。稲作中心の地域では人口密度が高くなっている。最小五月降水量が60ミリメートル未満かつ、ミリメートル以上という条件から、100から0.04年平均降水量の値は60未満である必要があるため、 この気候に属する地域の都市平均降水量は1000ミリメートルを超えていることになる。また、年平均降水量が2500ミ、mm、リメートル以上の場合は、最小月降水量が0ミリメートルでもこの気候に分類されることになる。赤道、低緯度地域に点々と分布する。熱帯雨林気候からサバナ気候への移行地域となる。気象庁の計測では、この気候に属するのは、 沖縄県の北大東島のみである。ただし、計測開始は2003年なので、平年値を算出できる30年間には達しておらず、2010年までの8年間の平均値である。また、東京都の父島は、1981年から2010年の平年値は温暖湿潤気候だが、最寒月平均気温は摂氏17.9度であり、 熱帯モンスーン気候に極めて近い。蒸気の地点のうち、パナジとコナクリの寒気のガツ降水量は0ミリに近く、とてもはっきりとした寒気がある。寒気のパラワン島のヤシハヤシフィリピンコルディリエーラのタナダ群浮きと寒気は地域によって異なるが、おおむね夏頃に浮き、冬頃に寒気を迎える地域が多い。ミャンマー南部では、涼気、暑気、浮きの3つの季節があり、 両季は低温勝負、暑きは高温多湿勝負、雨季は温暖タウとなる。台南部では寒気、暑気、雨季の3つの季節があり寒気は低温勝負、暑きは高温、雨季はタウとなる。オーストラリア北東部のケアンズ周辺では寒気、雨季に分かれ寒気は温暖勝負で晩秋から春にあたり、雨季は高温タウ多湿で夏から初秋にあたる。ただし、 寒気に高緯度からの寒気の影響の少ない場合、雨季に再寒月を記録する場所もある。また、集中豪雨が多い地域でもある。西インド諸島にあるフランス領の島、グアドループでは、1970年11月26日に1分間で38ミリメートルという、猛烈に激しい雨を観測した。また、インド洋のマスカリン諸島にあるフランス領のレユニオン島では、 1952年3月15日から16日に24時間で1870ミ、mm、リメートルという5オーウを観測している。これら2つの降水量はいずれも世界記録となっている。ラトソルや赤色度が多い。湿地や低地など水が溜まる場所には灰色度や褐色度、グラインなどを含む土が分布している他東南アジアやオセアニアなどの火山地域では 火山灰なども多く含まれている。寒気の乾燥のため、乾燥に強い落葉紅葉樹林が多く分布する。また、浮きには、鬱蒼とした湿原。寒気には、枯れ草の多い草原となる地域もある。東南アジアやマダガスカルでは、浮きに稲作を行う。地域によっては、水を確保するために、溜池や棚田などが作られている。 稲作に適さない地域や、アフリカ・アメリカでは雨季を中心に、バナナやゴム、トウモロコシ、サトウキビ、その他の熱帯農産物が生産されている。熱帯モンスーン気候、熱帯モンスーン気候ことバンク、2017年10月11日閲覧、帝国書院編集部編、27ページ矢沢、354ページ、北大東平年地をもな要素 気象庁坂井田 2008P63ABC 帝国書院編集部2017新妻まびらか高等地図帝国書院 ISBN978 から4から807162086平成29年度版、AB 二宮書店編集部2017紹介現代地図二宮書店 ISBN978 から4 から81760397五平成29年度版。ありがとうございます。